この後皆さんに一人ずつ各自で企画を考えてもらってちょっと取ってきてもらいたいんですよ。なるほど。え、他の人使わない禁止？そうです。ソロで知らん人とかも？あ、それはもう裁量はお任せします。ただ使わないような自由ってこと？そう、ただちゃんと自分で考えて自分発案の企画、メンバーは使ってはいけないで。はい、はい、では皆さんよろしくお願いいたします。はい、僕がしたいのはキャラを消えに来てます。まあ90点、それまで終わるまで。さあ、どこで進めていきたいと思います。僕たちアーティストじゃないですか。本人だから確実に90点以上取れます。ありがとうございます。何しに来たのか、何のために歌出したのか。どうですか。走れ走れ、タイミングバッチリ、残ちおいで、したいねしたいね、完璧なドッキリ、心弱チリれる恋みたいな恋してみたい、いくら計算したって答えが出せないよ。僕の友はコーラじゃないです、ウーロン茶です。ちょっと待って、ちょっと待って、正直困っちゃうよな。100点です。さて、100点になりました。皆さん見といてください。ありがとうございます。なるほど。なるほど、なるほど。そんな感じでくんねや、カラオケの機械くんよ。そんな感じでくんやったら、もう、ちょっとちゃうね。空の目なんかない赤子好きでゼリクラスなんて書いた、君にしかできないことがある、全然そんな全然信じられない、いやいや、何もかの前のライダー、平凡な暮らしだってそれなりに入れたいな、どこまでも広がるレモンドラーが眩しくて嫌になった。牛乳一番に飲み干して立ち誇る君はどこ、手に静まり返る教室タイムやらたんだ、それじゃバイバイまた明日って、言える日が何度来るのかって、バイバイまたね。ラップ公園から公園まで出す何年前の話、何やってうまくいくとかが言うたし、爆笑するそんなブライディスト放課後より道行列で見たピン怒られるマイスマイスマイスシェイク。こんな人だったっけな、こうやって言うと。みんなで歌うからいいだけだって。一人でこんな人するんだ。宿題ならちゃんとやるからさ、まだ聞いて遊びたい。やけに小さい気がするってすごく不思議だなってさ。笑い合ってまた会えるって信じて大きく手を振った、またねバイバイ歌を歌うよ、震えごまかすくらい大声で。もうやめなさい、90点取ったらいいんだこれ。ことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないように、なくさないように、使えないけど。
ちなみに川崎隆也さんのちょっとこまめな情報ですけど、舞台に入る時のこだわりが結構強いらしいです。すいません、90点取られる瞬間なんで皆さん見てください。いきますね。無理でした。うわー、斉藤和義さんね、ずっと好きだった、これいいんですよ。この街を歩けば蘇る16歳、教科書の落書きはギターの絵と君の顔。最近歌動画を上げると口を大きく上げる癖がバレて、リンゴ一口で食べれそうって言いました。無理です。でも今度挑戦したいと思います。ありがとうございました。今回やっていく企画はモコラテ、お手できるまで終わりません。絶対終わられへん。ということで早速モコちゃんとナラチちゃんにお手をしてもらおうと思います。絶対無理やろ。騙されてんのに。騙されてんのに。猫やぞって。もこちゃんお手。誰がすんねんな。なんか危険を察知してますけど。お手。あー、これおかわりだね、左手だからね。もこちゃん大変やね。もうラテちゃんソファーの下に隠れて出てきません。うちの子賢いんですよ。ラテちゃんチュールやって。チュール。チュールチュール。あー、すごい。カメラに反応してきた。ラテちゃんチュールやって。ママもあげたんやけど。上手。ラテちゃんお手。
ておて、見ておて。そんな浮かすことある？おい、使われてるだけやから。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここ。